やつ。うわ、めちゃくちゃだな、おい。めちゃくちゃやぞ、これは。なんかね、なんかいろいろあれなんだよね。なんつうんだろう。のりしろと、継ぎはぎみたいなのになるな。ちょっと一回ここで切ろう。一回切らしてください。一回切って、これでここまでは確定したい。あれ？なんで復帰できないの？よし、これで今のよ。さっき落ちたのから今のは確定して、録画として確定した。 どうすりゃいいのかな。ハードディスク死ぬ可能性も十分あるよね。まあでも一応 C ドライブだからな。C ドライブだからなんだっていう感じだが。ウィンセブンにね、変えたいよね。でもウィンセブンに変えたら落ちなくなるのかな。なんかわかんないけども、でも Windows 7でブルースクリーンになったことなんか一回もないからな。一回あったかな。まあそんなに落ちたことはない。しかしこのパソコンにしてからだって何もしてない、何もしてないっつってもあれか。まあ言っても、外部、USB につないでっからか。ディスクトップの修理はまだ出してないです。ファティマじゃないよ。 ファティマは予言だよ。まあだから、ちょっとあれかもしんない。この USB ハブが、USB ハブがあんまり良くないのかもしれない。しかし USB ハブをつけないとなると、一応間に合うのかな。今スティグマを刻まれたけれどもさ、まあまあまあ、そのアーカイブ云々のことはこの後考えるとして、まあ大体こんなもんかな。ちょっとなあ、あんまり安定しない配信で、じゃあ振り返りますか。安定しない配信で申し訳なかったが、一人目夢村、セントラルセカンドは、だから中2ですよ、セントラルセカンドというのはすなわち。だから、こっちがセントラルファーストっていうことは、それが中1なのかという問題はあるが、まあ、とにかくこっち、現実世界が中、セントラルファーストで、中二の言葉が、共通言語になっているような、セントラルセカンドの世界から、死んだ奴らが亡霊として乗り移ることによって、こっちの世界でも中二病発病するんだけれども、まあそれも、だんだんこのセントラルセカンド、ファーストの世界に馴染んでいくことで、なくなるんだけども、まあ夢らはなくなっていないという、そういうお話。
下の、先編後派オールトレードウェーブは、まあ電波という能力によって人の感情に訴えかけたり、何かこう精神に干渉する電波というものを作れるんだと。まあ電波というか音波に近いと思うがそれに関して、そのそしてそれを作ったら作ったで、今度はそれをなんかこうチェックする機構があって、それチェックする機構で OK をもらうと、それがこうパブリッシュされると、出版されるというか、あの世の中に出るんだけれども、まあそれ歩合制なので、世の中に出た分しかあのお金にならなくて、なかなか能力だけで飯を食っていくのは大変だっていう話ですよで、シャイの笑い犬の生活は、シャイじゃなくてシャイの飼っているキスケ、トイプードル5歳オスが持っている能力で、自分の所有物とあの人間の所有物をあの相手と自分が対等だと思わせることによって、あの所有権を変え入れ替えると。所有権を入れ替えるんだったら、さっきの写真がおかしくなるけど、まあとにかく物、あの持ってるものと持ってるものを入れ替えるんだと。でシャイがある時油断して、キスケを自分の兄弟みたいなもんだなと思った瞬間に、キスケの毛皮とあの服を入れ替えられたという、そういう証拠の写真も上がっていると、そういうやつです。で RRP の青の空虚、これは青色のものを何でもこの世から消してしまうっていうような能力で、まあこの能力が目覚めた後、あるものに脅されて、スカイプを落としたんだという話。ただ青の空虚っていうことは、この能力も実は青なのかもしれないっていうことで、この能力を使ったということを、青の空虚というもの自体を空虚にすることによってスカイプが復旧したっていう、そんな話。クレイチのリーチは、だからこれもズレ、世の中に存在するズレみたいなものを修正していくんだけども、これもリーチっていう能力に目覚めた人たちだけがリーチっていう能力のことを知っているというか、あーリーチに、俺は今リーチの能力に目覚めたっていうことが分かっていて、まあちょっとしたズレ、空き缶が落ちているとか、老人が歩いているとかっていう本当の些細なことが実は世界のズレであり、まあ、本当の世界とはちょっと違う現象が起こってるんだと。それを直すためには、またその場で直すのではなくて、それを直すためのその因果というか、そのことは全く別のところで起こっているかもしれなくて、そういったものを、そういった些細なこの世界に起きているズレというのを修正すると。で修正するとリーチの能力者たちは非常にあの喜びを覚える。しかしそれはまあリーチの能力を持っている人たちにしかわからないというような、そういう話っていう話をね、聞かせてもらいましたよ。6人目、エキセントリックオーシャンの不在思念。これは、人間のアストラル体、精神体みたいなものに働きかけることによって、その思念を不在にさせると。まあだから、まあ一種のこう、なんていうか、無念無想状態というか、にすることができる能力で、S 細胞の王さんもこの能力によって、あこのでエキセントリックオーシャンっていうのが名前で、他にもなんかワンダレスビューティフルフォレストじゃない、なんかそういう、あとダイナミックマウンテンだっけかなんかそういう組織、なんていうかメンバーがいて、その人たちは人間の、科学の進歩を遅らせるために、あ、まあ、活動していると。ダイナミックマウンテンで、まあその S 細胞が発見されると、かなり人間の科学が進んでしまうので、それに関しては不在思念の干渉により、まあ亡き者にしたというような、パーフェクトスパイ、 あとワンダーリバー、よく覚えてたダイナミックマウンテン、ワンダーリバー、パーフェクトスカイ、あとなんとかフォレストと、でもあれ7人言ってなかったよなまあいいけど、うん。おしるこ 2.0 はおしるこの能力ではなくて、今回デイビッドというおしるこの、なんだ部下みたいなやつが来て、デイビッドの能力はデンジの目、クオンタムテロル、これはだから物の、あの表面性状を素粒子に働きかけることによって、その表面性状を変えてしまうと。だからものすごく硬くもできるし、ものすごくツルツルにもできるし、ものすごく柔らかくもできると。
まあそうやってスシロー南極にいたのを知るから、あいつ最初南極にいる意味ねが全然ねえじゃねえかな途中からデイビッドに変わるんだったらお前が南極にいる意味がねえじゃねえかと思うけど、いいんだそれがお城子だから、うん、で02のの響けば煩う天秤の先ゲシュペンスとフリュステル、これはまあ簡単に言うと金属音を鳴らして聞かせた相手 の一番、行動の優先順位1位2位を入れ替えるという能力で、02は組織に追われてるんだけれど、殺しに来た相手のその優先順位1位2位をこの能力で入れ替えることによってなんとか生き延びていると。だから、こいつを殺さないといけないっていう、2番目の優先順位2番目が腹減ったな飯食いてえなとかっていうやつだったらこの能力で音が鳴り響くと飯を食い出してしまったり、とにかくその1位と2位が入れ替わるので優先順位1位の行動が取れなくなるわけだね。しかし2回鳴らすとまた1位と2位が入れ替わるのでまた襲ってきてしまうというところがあったり、あとはまあこの音っていうものが聞こえない相手に聞かなかったりするので、ただまあすげえでかい音を鳴らせばどんなに耳栓しててもちょっと聞こえるからそれでいけるみたいな、そういうやつで、ゲシュペンスとフィルステルというのは亡霊のささやきという意味です。ユバユーサクの、振動極差トレモロノイズ、これは物の歪みみたいなものを拡大することによって破壊したり、うん、まあそういうことができる能力で、あとまあ副作用として副作用としてね、なんて言うんだろうな、バグった時みたいな喋り方になってたね。と思ってるというのではなくて、やっぱ音がそこでこう振動してるっていうか、トレモロしてるっていうことだと思うんだけど、まあしかしこの能力を発動したことによって、一度私のパソコンが落ちると、配信の歪みが増幅されることによって、一回パソコンが落ちました。これは本物の能力だったということです、これは。これはレビンさん見てますか、これは本物の能力だったという意味です。で、岩切夕日の、伝達者、エクスプレスマネージャー、これは自分が Wi-Fi のなんていうのルーターじゃないけどみたいになって、無線ルーターみたいになって、とにかくそこに繋がっている Wi-Fi のハックして自分がWi-Fi ルーターみたいになって、でネットにつなげられると。ただ、ね、その範囲は自分から 1.5 メートルという短さ自分が受信する側は割といけるんだろうけど、自分から発信する側は 1.5 メートルという能力で、一応今からその秩父の山奥にある施設っていうか、なんかなんだに管理されてんだけど、今から脱走するって言って一緒に脱走するのがウロボロスっていう、自分の自分の男性器をフェラチオできるやつと、あとザ・ハングドマンっていう逆立ちしてても頭に血が上らないっていう能力者2人と一緒に脱出する予定だ。今頃脱出してるのではないだろうか、もしくは捕らえられて監禁されてるのではないだろうか、でキールさんの、幻覚運命エレクトリックリボルバーは、絶望感を感じた時にそいつの脳内にベートーベンの運命が流れるという能力で、これに一度干渉を受けるとそういう絶望感を感じた時に運命が流れるようになるんだということが、でこのキールさんがなぜそういう能力が使えるかというと、ベートーベンの生まれ変わりだからということで、ベートーベンに関する質問を受けるとなんかペラッペラッとかカタ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 とかっていう音が聞こえた後に見事に答えるということですね。でミスターの黒猫技術師ゴーストブルーは自分が青い色のまあ幽体離脱、青色の幽霊になって幽体離脱し、で何かに乗り移れるのかなと思ったら黒猫限定でしか乗り移ることができないと。で黒猫に乗り移ったら乗り移ったで、今度青く見える人っていうのがいて、その人の前を黒猫の状態で横切るとその人に対して不吉なことを起こすことができるという能力。簡単に言ってしまえばそういうことだ。まあ、簡単に言ってしまえばそういうことだ。
で、ポリシーの、ウロボロス、震源理論。これはまあ助走している人を見て、また助走する人たちが連鎖していくという能力です。一言で言ってしまえば、そういうことだ。はあ、だからこのウロボロスの影響を受けてこれから助走を始める人たちもいるのかもしれない。それは自由。でピーヌマソンの電気仕掛けの魔導士というのは、電気仕掛けのだから、まあ、電気を使ったものに、なおなんかこう操作する能力なんだったかな。まあそれで今回作ってきたのが、ある動画なわけだが、それはまあ電子上の世界に藁人形のようなものを作るというコンセプトだが、まあミクミクダンスの頭だけ俺のやつがこっちに来てぐるっと回るだけの動画だったので、注意を受けたと。厳重注意を受けたって。ああ、そうか。モニターに頭から入って中に入るとかっていう話もしてたな、そういえば。うん。そんなのもしてたわ、確かに。で、15人目。夢咲きときや。夢が咲くのは夜のとき。夢が咲くときは夜。で、禁断自在。アサルトレプリカというのは、この方はどこの世界かわからないけど、ここの世界が第7世界で、第7世界に干渉してきて、で私が13番目の観測者で、私がこうやって念能力者を集めているのは、最後のラスト聖戦のためので選手を集めている的なこと でそれは第1世界の女神の計画のうちなんだと。でしかしながら第9世界からのなんか干渉を向けていて、それがどうも敵らしく敵かどうか分かんないけど妨害しておるようだ。ラストファイナルリベンジマッチじゃなくて、待ち合わせ場所に関してはちょっと最後ルナティックドーンであることしか覚えてないけど、まあともかくだ、まあ最後のラスト聖戦のために、まあ私はこうやって能力者を集め、まあその最後の待ち合わせ場所なんかちょっと覚えてないけど、それもアーカイブを見ればわかるよ。アーカイブを見ればわかる。そこに行って、まあ、最後の戦いに行くんだと。だから今はこうやって仲間たちを集めているんだと。そういう話で、まあその人たちの能力っていうのも、だから禁断自在。まあ、ある種、その能力を、こう、重要しているのが、夢咲時矢さん。なわけですよ。だから全員の能力も、発言とか禁止とかも自在なわけですよ。そういうことですよ。で、16人目、夢村。人間戻し。これは、もともと人間が変化した化け物や何かを人間に戻すことができるという能力です。リターナーとかがいいんじゃないかな。うん。だから、リリョウをトラから人間に戻らせるし、タイガーマスクも人間に戻せるし、あとは、酒を飲んで大トラになった人も人間に戻せますよ。なんで全部トラにしたのか、ね。いや、それは別にいいんだけれども、だから、食事をしてすぐ寝て横になって、牛になった人間も人間に戻せるし。あとは、まあだから魔法使いにカエルにさせられた王子も人間に戻せるし、あとは、なんだろうな、まあサムスピの妖怪腐れゲドウも多分人間に戻せると思うんですよ。だからまあ、いろいろな、そういうものも人間に戻せる。うん。いろんなものを人間に戻せるんですよ。だから、あとはなんだろうな、
だからゾンビだと吸血鬼とかももしかしたら人間に戻すんじゃないのかな。なかなかそうなってくるとあれだよね。あ、ダカーポとか何か戻す的な言葉で考えていきたい。なるほど、そういうこともあるだろう。しかし人間戻しですよ。これが妖怪の名前みたいだよね、もうそもそも妖怪の名前みたいな名前、あの能力名だけどね。そして17人目バムさん、能力名幻想ダークネス。うん、これはつまり自分の、もうこの人はもうすでに死んでるんだけども、自分の存在というものを情報体みたいなものにして世の中には存在してるんだと。だからあの情報媒体に自分が残っている限りは、あの自分というものを保つことができるので、まあこうやって放送とかに現れることによって自分のそのバックアップみたいなものを世の中に取っていくことによって自分の情報体を維持しているというやつですよ。そういうことですよ。ただまあ、あのコピーを取っても別に劣化は起きないらしく、その自分の意識みたいなものは一応あって、そのバックアップが取ってるところにその自分の意識を飛ばすことによって、まあ、復元できるみたいな方式だったな。うん、で18人目光の謎さんは、抽象エンプロジカルエプリル。これはある空間の中に人を閉じ込めて、そこでそいつがついている嘘に関する幻想を相手に見せることによって、そいつの精神を疲弊させて、操ることができる能力と言っていたそしてそれは、ある組織からその適性があるかと見出されて、でそのそれを伝授されて光の裏さんを使っているんだと。しかし伝授した人はどうやら死ぬらしい死ぬらしいので、教えて死んだんだろうな。だからあの北斗の拳のあのなんと鳳凰拳みたいなんだろうなそういう感じで伝承されたんだろう。で教えた側は死んでしまったんだろう。どうすんだろうな。そしたらな、いよいよもう死ぬってなってたら、光の裏さんも次の適正者にこの能力を伝えるのかもしれない。うん、そんな感じですよ。ちゃんと覚えてはいるんですよ、ちゃんとちゃんと覚えてはいるんですよ、うん、まあそうね、そういうことを言い出すと、トキアン、ユバニキ、ゼロツ、自転でおしるこ、ルル、RRP、シャイ、まあ、クレイチも悪くないし、まあでも、と、さらに自転ぐらいの感じじゃないか、他が。投票は、そうですね、投票サイトは作って、できればアーカイブを上げた後に投票開始という形にはしたいと思っておりますが、ちょっとアーカイブに関しては今回ね、ちょっと怪しい感じになってるので、どこまでいけるか、あと、環境によっては見れない人とか出てくるのかもしれない。でもまあ戦う気のある能力者っていうのも今までそれほど、あ、操作系ばかり、今まででもそんなにみんな戦う能力だったかっていうとそうでもないと思うんだけどね。やっぱりほら季節して目覚めてしまった能力とかっていうこともあるわけだから、パワー、あ、そうか、パワー配信っていうこといやいや、でも別にね、ほら、なんていうの、そういう、なんていうか、戦闘武器の能力だけがさ、やっぱり重要な能力ではないっていうことはね、あるわけですよ。あと、戦闘向きの能力は突しにくい。逆に言うと。戦闘向きの能力が突しにくいので、なかなかね、まあ、戦闘の話をね、戦闘の体験談を話してくれれば、まあ、それ自体もね、今までも、例えば、シャイのあの、なんか、物をかる、あ、
物を軽くする能力とか、うん、パパの物を硬くしたり柔らかくしたりする能力とか、ああいうやつはね、FC2 で録画は一応撮ってあったり撮ってなかったりするのか、今してないか、うわ今してないわ、まあ一応してみる。今回もちょっと一番よりは来れてないですけどね。まあだから戦闘系の能力者にしてもやっぱりどこかね、バランスを取るような感じに、まあそういう意味じゃやっぱりゼロツーがよくできてんのよ。ゼロツーはもう本当第2回からよくできてるわけよ。ああパパが欠席なのもちょっと残念だったね。ちょっと今日は都合がつかなかったかもしれないな。ちょっとやっぱスカイプの障害によって予定がね狂ってしまったから。お、ありがとう。ゼロツーは本当にサラブレッドだからね。親はもう中二らしいからね。わかんないけど。ゼロツーはやっぱよくできてるわけですよ。パッと言ったところがね、ちょうどよく、なんていうかこう収まってるっていうかね。音を聞かせるか聞かせられないかっていうところもあるし、1番目と2番目が入れ替わるけど、もう1回入れ替えたら元に戻っちゃうっていうところもあるし、で、その、追われてるっていう立場にすると、だから殺されるっていうのが1番目に必ず来るから、この能力がぴったりこうね、効くわけだし、本当によくできてるとは思いますよ。まあ、さすがですよね。やっぱりまああとはまあそれぞれね好き好きあるだろうから、それはもう本当に自分がこの能力が俺は好きだったなってやつに入れてもらえばいいわけですよ。言ったって投票はね、俺はこれ好きだったぜってやつに投票してもらえれば。あと投票期間とかはなんかあれじゃないかな、なんか一週間置くともう一回投票できるとかっていうなんか設定だったような気もするので、そういう意味では2票とか投票できるかもしれないし、まあ一日一回投票できるようにするとな、なかなかな、そういうのでいいわけですよ。好きじゃなかったではない。マイナス投票はできないです。なんか世間ではね、マイナス投票みたいなのができるようなシステムがいいんじゃないかみたいな話も出てますけども、でもマイナス投票どうか。シークレットモードでやれば投票し放題、なんだそれ。そう、念能力はねよかったなと思うものにね投票してもらえばいいわけですから。うん、だからね X チューブから同志が山ほど来てポリシーにいっぱいあるかもしれないし。アホさんは作ってないのって何か、俺の能力だからゼロ式分析だって言ってるだろうが。粘土自体がだから俺の能力の産物みたいなもんだろうが、解説してただろうが。あれは全部ゼロ式分析だから、もう今日始まってから終わりまでずっと俺はゼロ式分析者だったから。これが俺の能力だから。なんか妙に察しがいい時があっただろう。あれがゼロ式分析だから。そういうことよ。ゼロスタイラーじゃないぞ、ゼロスタイルアナリストっていうのは、お城子が俺を呼ぶ時の異名な。
つは。というところで第7回念能力突破3年ぶりの開催だったけれども、アナリストだよいろいろな障害に見舞われたが、まあ18人も来てくれれば十分でしょう。念能力突破最初は8人もいないんじゃないのか念突の歴史を振り返れば、十分来てくれたのではないだろうか。念能力突破今回はちょっと第9世界からの妨害もあったしな、さまざまな組織の妨害が あった中、こうやって一人の怪我人も出さず終われるのはいいんじゃないのか。6年後とは限らないけれども、そうね、あれ俺何を調べようとして念能力突破今出したのホームページを出したんだろう。ああ人数か、確かに第5回は34人来ているし第4回は第4回は23人から、まあそういう意味では縮小傾向なのかもしれない。第3回が15人だから、第3回より来てるってことだから、まあまあまあそれは第6回も30弱、そうかそうか、第6回を忘れていた。まあだからまあさすがにやっぱ3年ぶりというところでちょっと人数的にはあれかもしれないけど、第3回を超えてるわけだから、まあまあまあ別に多く来ればいいってもんじゃないんだよ。多く来るとちょっと俺も疲弊してくるからな、最後わけわかんないこと言い出すからな。焼けばいいのよこの場合とか、まあ、別にこの時じゃないけど、念突では言ってないけれども、これぐらいでいいんですよ。だからまあ30いかなくても30弱はやっぱかなり厳しくなってくると思うんだよね、うん、そうゼロ式分析をし続けるとやっぱりね、なんていうかこう普通の人は知らなくていいことがどんどんほら流れ込んでくるからさ、やっぱり精神が疲弊するわけよ。そのために逆に記憶力を失っていったっていう説が濃厚だからな。これで記憶力も充実してたらもう本当にもういろんなことが分かりすぎて逆にこうもう辛くなってしまうので、そのためにねバランスが取れてるっていう噂があるので、これぐらいでいいんですよ。能力の副作用ですよ海馬がやられてるのは能力の副作用ですよ。というわけで念能力突破第7回念能力突破無事に終了ということで、米援助されてる人は分からない、来なかったエンディングテーマか、確かにエンディングテーマあったら、エンディングテーマ映してないぞ。そしたらお前またなんかあれを繋がないといけなくなるじゃないか。大丈夫なのかな。楽しかったね。第7回念能力突破結構楽しかったな、なんだかんだ言っていろんな人にも来てもらったし、ああ念能力突破はねエンディングテーマあるんですよ、それ用のやつが。新しい人も来て結構いろんなことね、いろんなことが起こったし、割と事件性は高いというか、なかなかね
どれが本当の曲なんだ。いっぱいバージョンがあってよくわからない。端から流していくか。歌が流れそうな感じがある。お前は知っていたかこの力。流れ出したぞ。俺は知っていたぜこの力。出たよ。はははは、枯れることなく止めどなく溢れ出すエナジー。選ばれてしまった、目覚めてしまった。今人を超え引き寄せ合うように集う者たち、今宵の念の略パーツ。血が騒ぎ出し抑えきれない、暴かれた世界。日常の中で抱っこする仮面かぶって、カラオケルームで撮ったんじゃないか実際。いつか夢の中で会ったような。目のもとに集った者たち、今宵の念の略パーツ。時が満ちるその時まで皆は眠りゆく。枯れることなく止めどなく溢れ出すエナジー。選ばれてしまった、目覚めてしまった。今人を超え早っ。ちょっといいじゃないか、いい曲じゃないか。念能力凸エンディングテーマ曲リメンバーですよ。かっこいいじゃないか、サビはどれも。念のパワーもいいじゃないか。あれだってすげえの、最後続ワールドかかってこいやなんだぞお前。結構歌詞結構いいんだよあれ。いいっていうか、いいっていうかね、弾けてんだよとにかく。基本的には念能力としては攻撃系の能力は今までもありましたし、今日も言ったっておしるこのあの部下のなんだっけあいつデイビッドもそうでしたよ。一応攻撃系の能力でしたよ。あと攻撃系の能力もだからなかなかね突に作るのが難しいっていうことになってるんです。
まあしかしそんなことね、ノワールスピンビーストも2位だしね、あ、2位じゃない、第2回で1位を取ってるわけだしね。ということで、念能力とつこれにて終わらせていただきます。長時間ありがとうございました。ナマステー。